小沢優里の悠々ワイド。2021年9月18日土曜日です。おはようございます。小沢優里です。いやー、最近はもう早いもので夜になるとコオロギが鳴いてますね。私の家はですね、隣にガソリンスタンドがありまして、もう一個隣には高圧電線の電灯っていうんですかね、高い高い塔がありまして、まあ危険なところなんですけれども、その高圧電線の下が草むらになってましてね、コオロギが鳴くんですよ。花も咲きます。綺麗なんですね。さあお便りを読みましょうね。こちら、エスコちゃんです。カマちゃんメールありがとう。カマちゃんって誰なんでしょうね。最近データ使用量のお知らせばっかりだったので放置してしまい見るのが遅れました。申し訳ない。そうですか。ワオくんが結婚ですか。早いな。ワオがおじいちゃんになる日も近いのね。おめでとうと伝えてください。以前に地元の居酒屋にハマってるって話の時に彼女の話もしていたような。今の彼女と同じ人かわからんのでめったなこと言えないけど、またみんなでぼちぼち飲みたいですね。楽しみにしています。エスコ、エスコちゃん、お便りありがとうございます。おおさわゆうりのゆうゆうファイド。これは毒蝮だよ。私ですね、小沢優里ですけれども、男はつらいよが大好きで、山田洋次監督が大好きで、割とよく柴又にある寅さんミュージアム行くんですね。あ、名前違いますね。寅さん記念館だったかな。すみません、ちゃんと調べないでおしゃべりしていますよ。寅さん記念館に行くとですね、入ってすぐ車屋、お団子屋さんの車屋さんですね、あれをそのまんまセットを写してセットにしてあるんですね。懐かしいななんてそこ見てるとですね、奥に入っていくと、それこそおばちゃんとかさくらさんが料理を作っていた台所も再現されてるんです。映画で作ったそのまんまがそこに置かれているんですけれども、びっくりしましたね。この置いてある鍋がですね、僕、小沢優里の家の鍋とほとんどそっくりなんですよ。つまり、車屋で使っていた鍋、これがですね、僕の家の鍋と要するに同じくらい古いんですね。小沢優里の鍋、よくよく考えてみたら、僕が小学生の頃かな、そのくらいに使っていた鍋と変わってないんですね。古いですね。要するに約40年前、
1970年代のお鍋なんですよ。まあ、いっちゃいますね、これ。なんでそんなに古い鍋が未だに僕使っているのかと言いますと、僕の家ですね、引っ越ししていないんですよ。ずっと引っ越ししないもんですから、鍋も捨てないでずっと使ってるんです。子どもの頃覚えてるのは、鍋に穴が開くと、学校の技術の授業で使っていたハンダとハンダゴテをですね、ちょっと借りてきましてですね、鍋の穴それで塞ぎましたね。すごいですね。僕の親の世代はそういうこと知ったかもしれないんですけれども、僕の世代でそういうことを知ったのは僕だけかもしれませんね。話長くなってますよ。続きがあるんです。それでですね、僕の家のテレビ、ブラウン管だったんです。つい最近まで、1992年、今から30年ぐらい前ですかね。その頃に買ったブラウン管のテレビが故障もしないですし、引っ越しもしないもんですから、ずっとそのテレビで僕はテレビを見てましたよ。ちょうどその東日本大震災の時ですかね、あの頃にアナログからデジタル化なんて言って、要するに電波が変わったわけですよね。そうするとそれまでのブラウン管のテレビは映らなくなるんで、大体の家が薄い液晶テレビというのを買い替えまして、多分皆さん液晶テレビでデジタル電波のテレビを見てたと思うんですけども、僕はですね、ビデオデッキだけ、デジタル電波のやつを買いまして、ブラウン管のテレビは捨てたくなかったんですね。愛着があったんです。だからそれは買い替えませんでした。それでデジタル対応のビデオデッキをその古いブラウン管のテレビにつなげて、デジタルの地上波ですとか BS ですとか、すごいですよ、 4K も見れましたからね。 4K のテレビをブラウン管で見てたんです。ただですね、今年2021年夏、ついにそのブラウン管のテレビが時々映らなくなってきましたよ。だん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 暗くなって、真っ暗になって、また少しするとちょっとずつ光が戻ってきて、大谷君の試合ですとか広島カープの試合が見れるんですけれども、まただん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 映らなくなって、やがてずっと映らなくなってしまったんです。ついに買い替え時か。本当は、そのままブラウン管テレビはどこかに保管しておいて、置きたかったんですけども、僕の家にはそんな広さはないんですね。なので残念ながら、新しい液晶テレビを買った時に、そのブラウン管のテレビはリサイクルに出してしまいました。自分の友達や何ですかね、そういったものとお別れするよりかは寂しくないんですけども、寂しかったです。だからたくさん写真を撮りましたよ。それで、
うちに来た運送会社の人にそれをお渡ししました。もうね、綺麗に拭いてお渡ししましたよ。大沢百合のゆうゆうワイド、工藤官九郎です。いや難しい。私小沢百合はゴスペルも歌うんですね。今日も歌いますよ。ジャイアンのリサイタルみたいにみんな嫌がらずに聞いてください。今年見た映画、これが一番だなと思うの2つありまして、一つはアリーサ・フランクリンの、アメイジング・グレイスなんですけれども、もう一つはスパイク・リー監督のアメリカン・ユートピア。もういい映画でしたね。そこで今日はトーキングヘッズ歌いますよ。嫌がらずに聞いてくださいね。Where we know where we going, but we don't know where we've been. And we know where we knowing, but we can't say where we've been. And we know little children, and we know where we want.And the future is starting. Give us real time to work it out. We don't love to nowhere. Come on inside. Take the right to nowhere.We take that ride. I'm feeling okay this morning, and you know we are the road to paradise. Here we go, here we go. Yeah. We're on the road to nowhere. Hey, how? Hey, hey, hey. We're on the road to nowhere. Get the now. We're on the road to nowhere. Get the oh.We're on the road to nowhere. Hallelujah. We're on the road to nowhere. はい、皆さん今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。小沢百合のゆゆワイド、また明日もやりますよ。東京は赤坂 TBS ラジオのすぐそば、三軒茶屋のそばのスタジオから今日もお送りしました。それでは皆さんごきげんよう。この後は、永六輔さんの土曜ワイドラジオ東京です。それではまた。